みんなに笑顔を届けます、ホットチャンネル。おはようございます。今日の神ごと町です。お母さんも休みで朝の散歩しています。いつもの定位置、カモメのカモちゃんもいます。今日はちょっと曇りだぞ。はい、ほっと行ってきた、行くぞ。今日朝からホットくんに名古屋から会いに来てくれてました。ホットくんとツーショットを撮ってお土産までもらいました。ありがとうございました。で、今日は大忙しのホットくん、今からなんとベルちゃんが会いに来るそうです。さあ、ベルちゃんが来ましたよ。すげえ、また大きくなっちゃう。ホット焼きもち焼かんと、なんかすごい交換したみたい。ベルちゃん、その散歩終わり。ベルちゃんと遊んだホットくんでした。よし、おいで。いいよ、おいで。おいで。おいでって。待ってよ、そこで。なんで逃げていったベルちゃん。お出迎えしてくれてるじゃん。本当よ。ほらベルちゃん。どうだ。お出迎えしてくれてるよ。いらっしゃいって。ホットなんでよ、また。いらっしゃいでしょ。そう、優しくしてよ。耳も慣れたもんやね。ベルパ怖がらんとか。すごいね、でも害がないのが分かったかな。うん、比較的どれも落ち着いてるよね。確かに気になる。猫には慣れちゃうけんな。慣れてるけど追いかけんね、ベルちゃんね。よそのね、よそ様の猫やっけ。多分
自分が客って分かっちゃった。ちょっと分かっちゃったかも。あれ？どこだ今度は。耳か。団子出ていっちゃった。はい、ミミとベルちゃんご対面。ミミおいで。そうよね、おっちゃけちゃったね、公園とかね、あっちね。喜んで食べる、喜ぶね。喜んでずっと食べる。そう、本当にもやったことなかったんですか。このまま団子はどうなりましたか。猫は楽商売な。うん、ベルちゃんまた遊びおいで。ここは汚くて大丈夫。うん、大丈夫大丈夫。水っていうから。また。飲むの？帰るよ。いいね。帰りたくないの？あら。どこ行ったね。ベルちゃん、バイバーイ。はい、お見送りをするおったくん。はい、ベルちゃん帰りました。今日も一日が終わります。新上五島町からでした。またねー。